6072のですね、地盤ネットのチャート解説をね、やりたいと思います。この銘柄3月28日ですね、出来高伴ってね、大きく抜けてきてますけれども、この3月に入ってからのですね、この上値をもう抜けてきてるのが分かりますね。でこちらを5分足の方でね、確認していきます。ちょうどこの上値を抑えられてるあたりがですね、大体1940円あたりになります。で5分足の方でね、確認していきますけども、これ今1940円のところね、こう大体のところラインを引いてますが、まず今日寄りついてからですね、28日寄りついてから、まあ、1900円手前でね、ちょっともたついてましたけれども、その後こう出来高を増やして抜けてきてるのが分かりますね。で一回1940円の手前でね、ちょっと止まってますけれども、その翌次のローソク足では実際こう出来高をね、さらに増やしてね、抜けてきてるのがね、分かると思います。でそうすると日足のチャートで見ればですね、1940円あたりがね、こう上値抵抗というのがね、分かるわけですから、でそこをまあブレイクしてくるかどうかですね、そこをまあ見ていくわけですけども、まあ、5分足で見ればギャップアップでね、横ばいしているので、まあ、変則的に見ればね、まあ、上値遊びと見るか、まあ、変則の三角持ち合いと見られるかですね。だと出来高ともなってこう、ね、抜けてきてるわけですから、まあ、1940円を、ね、ブレイク、ね、どこかさせようとしてるんでは、ね、なかろうかという、ね、イメージを持っていただければ、まあ、実際このブレイクする、ね、直前で、まあ、当然こう見ていないと、ね、気づかないですけども、うまくこう入ることが、ね、できるわけですね。でその後一度上がって押してきてますけれども、まあ、3本調整してきてこう切り返してきてるわけですから、当然今までの日足のところですね、日足のところ1940円のところをブレイクしてきてるわけですので、当然押してきたところですね、押してきてまた再びこう切り返してくるところ、まあ、チャートのところカップイズハンドルになりますよね。でそうするとこうブレイクしてきたところもね、当然のところは狙い場ということに、ねなりますので、日足で抵抗帯ですね、日足のまあ直近で抵抗になっているところ、まあ、そこをまず抜けてくるかどうかをねイメージしながら5分足を見てですね、要はの抜けそうな動きになってくればね、一回賛成してみると、まあ、ダメだった場合はね、この辺の安値を割ったら切るとかね、ここの安値を割ったら、まあ、前日終わりに終わったら切るとかね、そういったところはね当然必要ですけれども、まあ、抜けてきそうな動き、要はブレイクをねしてくるかもしれないというところはね、やはりこう打診で入ってみられるとね、分かりやすいんではないかなと思います。やはりこう入ってみないとね、なかなかそういったチャートの動きもね確認できないと思いますので、ぜひ日足とかの節とかですね、まあ、それを抜けさせようとする動きがあるかとかですね、そういったところも見てねいただけるとねいいかと思います。で以上で地盤ネットのですね解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。